現在注目されている演技派の女優森七菜。現在19歳の彼女の胸が大きくてすごいと話題になっています。隠れ巨乳とも呼ばれる森七菜のカップ数やスリーサイズは、水着画像はある。森七菜の彼氏の噂や家族についてと、彼女の出演映画やドラマ参戦も紹介します。目次、森七菜のプロフィール。森七菜の胸が大きくてすごいと話題。森七菜は彼氏がいる。噂になった芸能人は、森七菜の家族について、森七菜出演のドラマ映画代表作参戦、森七菜のスリーサイズは謎に包まれている。森七菜の関連記事、森七菜のプロフィール。本名、振り仮名愛称小括弧割りコロン不明。所属事務所、株式会社ソニー、ミュージックアーティスツ。生年月日、2001年8月31日。現在年齢、20歳。出身地、大分県大分市。血液型、A 型。身長、154センチ。体重、非公表。活動内容、女優、歌手。家族構成、母親、弟。事務所公式リンク、公式ツイッター、公式インスタグラム。生い立ち、森七菜は大分県大分市出身。生まれは大阪であり、大分市内で家族と食事をしていたところ、芸能事務所アーブルのマネージャーにスカウトされました。中学3年生だった2016年の夏のことでした。事務所に所属してすぐの頃に、ネスカフェのウェブ CM にオーディションに合格したことで出演しています。雪貞勲が監督を務めたウェブ CM でした。 CM やドラマ、映画で引っ張りだこ。2017年6月にはAmazon プライムビデオ配信のそのシオンオリジナルドラマ東京ヴァンパイアホテルのオーディションにおいて、ヒロインのあかり役を得て女優デビューしています。そして同年7月に映画心が叫びたがってるんだで映画初出演しました。また10月には先に生まれただけの僕でテレビドラマ初主演を果たしています。さらに2018年にもオーディションを勝ち抜き、映画ラストレターの出演が決まりました。デビュー後半年の間でオーディションに次々と勝ち抜いたことから、オーディションに滅法強い15歳と紹介されました。2020年小写真集発売。19歳の誕生日である2020年8月31日には小写真集ピースが発売されました。森七菜の16歳から18歳までの高校時代の様子がわかる一冊となっています。東京だけでなく、仙台や地元、大分でのショットも盛り込まれている点が特徴です。森七菜ファースト写真集ピース、パイプ森七菜、塩原用パイプ本パイプ通販パイプアマゾン。楽曲スマイルも人気。歌手としても活動。森七菜は、女優としてだけでなく歌手としても活動しています。自身が出演した映画ラストレターの主題歌カエルの歌を歌い、2020年に歌手としてもデビューしているのです。また2020年7月には、出演しているオロナミン C の CM 曲スマイルの配信も開始されています。この楽曲はホフディランのカバー曲であり、ホフディランのプロデュースを受けました。
森七の胸が大きくてすごいと話題。森七はまだあどけさが残っている印象もありますが、実は巨乳との噂があります。森七はどの程度のカップ数となっているのでしょうか。また、スリーサイズについても迫ってみたいと思います。隠れ巨乳、カップ数やスリーサイズは、森七はバストが大きいとして話題となっていて、隠れ巨乳と言われています。カップ数は B から F ではないかとの憶測もあるものの、実際には不明です。また身長が154センチと小柄だという点は分かっていますが、体重やスリーサイズは分かっていません。ドラマの温泉シーンを拒否。森七は2020年にドラマこの恋温めますかで主演を務めました。その第6話の温泉旅行会において、彼女が温泉の湯船に浸かるシーンがカットされたというのです。そのことでネット上で炎上しました。森七なら女性陣は足湯のみで入浴シーンがなかったことに、肌見せを期待した視聴者からネットで苦情が殺到したのでした。それには撮影時に森七の事務所から、森七の母親からきつくダメと言われているのでと言われたとの理由があったといいます。森七に所属先であったアーブルからの移籍問題が持ち上がり、それによりイメージが低下しているとされます。これには前述の母親の存在が関係しているという話があるのです。水着画像はある。森七に水着画像があるのだろうかと気になる方もいるかもしれません。森七についてはタンクトップ姿の画像はありますが、水着姿の画像はありません。まだ水着になる仕事はしていない可能性があるでしょう。